栗原雄三選手に来ていただきましたヒーローインタビューです。今日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。セットプレーからの素晴らしいシュートをゴールになりました。あのヘディングシーン振り返ってください。そうですね、あの相手ゾーンで守ってたんですけど、あのシュンさんのほとんど点数って言ってもいいぐらいいいボールしたんで、まあ、あの決まった瞬間嬉しかったんですけど、ちょっともうシュンさんの点数な感じしたんで、あんま喜べなかった。いや見事なゴールでした。またリーグ戦6試合ぶりの勝利、今サポーターと喜びを分かち合ってきましたけれども、今の率直な気持ちを聞かせてください。まあ、個人的にもリーグ戦あんまり出れなかったんで、まあ、そこであの悪い流れの中自分出て点取って勝てたんで、まあ、本当嬉しいです。はい。そしてリーグ戦初の完封勝利となりました。これも一つ大きなポイントになるんじゃないでしょうか。そうですね、あの守備陣としては、まあ、点数もそうですけどゼロで抑える試合が少なかったんで、まあ、今日はあの無失点で抑えれて、そこもまた嬉しかったです。はい。これでまた勢いを取り戻せる、そんな勝利になったんじゃないですか。そうですね、この流れ、続けていかないと意味ないと思うんで、続けていければいいと思います。またナビスコカップを挟みましてリーグも連戦と続きます。意気込みを最後に聞かせてください。ナビスコもリーグも全部勝つつもりでやっていきたいと思っているので、応援よろしくお願いします。次も期待しています。ありがとうございます。ヒーローインタビュー、栗原雄三選手でした。ありがとうございました。以上、横浜